ホワイトラインは2020年から配信されているイギリスとスペインのテレビドラマシリーズ。兄の失踪事件の真相を追うためイビサ島を訪れた女性を描くミステリースリラー。出演はローラ・ハドック、ヌノ、ロペス、マルタ・ミランスなど。企画、制作はアレックス・ピナが務めた。2020年5月15日からネットフリックスが全世界に配信した後、 シーズン1限りで打ち切りとなった。20年前に失踪した兄の遺体が発見され、真相を追うために、イビサ島を訪れた妹のゾウイ。DJ として活躍していた兄の仲間たちに会いに行くが、徐々に、イビサの快楽的で大敗的な世界へと、引きずり込まれていく。ホワイトラインのキャスト。上段左から、ローラハドック、ヌノ、ロペス、ファンディエゴボと、ベレンロペス。 2016年10月、ネットフリックスはペーパーハウスの生みの親であるアレックス・ピナの新シリーズの制作を発表した。撮影は2019年6月にバレアレス諸島で開始され、10月まで行われた。第1シーズンは批評集積サイトのテ点とまとずに19件のレビューがあり、批評家支持率は63%、平均点は10点満点で6.57点と、 なっている。また、メトクリティックには7件のレビューがあり、過重平均値は50、100となっている。ありがとうございます。